の詐欺がにもう来る頃もう来る。日本のサラリーマンはとても真面目な人たちです。毎朝電車に乗って会社に行きます。朝に元気を出すためミーティングで体操をします。そして社長が全員に話をします。サラリーマンにとって時間はとても大切です。時間の5分10分前に行かないといけません。時間ちょうどは近くです。あと名刺の交換も日本のサラリーマンには大事です。仕事の後日本のサラリーマンはお酒を飲みに行きます。会社のストレスをここでなくします。サラリーマンは酔っ払うと性格が変わります。日本では武士道の歴史があるため、服装や挨拶がとても大切です。目上の人を敬うことも大切です。上司と部下は上下関係にあります。上司の言うことは絶対に聞かないといけません。上司がうるさいときは静かに聞きます。仏教の教えが原因の一つです。アメリカのサラリーマンは日本のサラリーマンより自由です。好きなものを会社に持ってくれし、少し遅れても大丈夫です。服装や挨拶もカジュアルです。アメリカの会社では上下関係は少ないです。部下も簡単に上司と話せます。アメリカでは一人で働くことが普通です。日本のサラリーマンはグループで働くことが多くあります。みんなで協力して一つの目的を達します。みんなで畑で仕事をしたことがチームワークの原因です。